おはようございます。こちらは地元の区議会議員公明党の伊勢義弘でございます。さて今国会では集団的自衛権の行使容認をめぐる議論が政府与党自民党と公明党の間で続けられております。昨日5月27日にはその第2回目の協議会が開催をされ、政府側から集団的自衛権を行使容認しないと対応できないような事例を含めて15の具体的な例が示され、これから自民党と公明党との間の中でさまざまな協議が進められていくことになっております。そもそも日本は先の大戦の深刻な反省から平和憲法を持ち、その第9条第1項と第2項との中で国と国との争いを武力戦争をもっては解決をしない、さらにはその武力を行使する軍隊は持たないということを憲法9条の中で明確に規定をしています。しかし反面憲法の中には、私たち国民は生活する最低限の権利を国が認めており、その国民の命と日本の国の領土を守るために日本が直接的に他国から攻撃を受けた場合に、それに対抗する措置として自衛隊の存続を認め、いわゆる個別的自衛権に関しては日本の国民の命と領土を守るために必要であるとしています。一方日本が直接的に攻撃を受けていないときに、同盟関係にある国が攻撃を受けたならば、一緒にその敵対をする国と反撃をする権利、いわゆる集団的自衛権に関しましては持ってはいるけれども使うことができない。集団的自衛権は持ってはいるけれども使うことができないという政府見解を40年来誇示してまいりました。私ども公明党はこの集団的自衛権は行使できないという政府見解をことさら今変更する必要はないと考えています。具体的な事例を検証することは必要であるかもしれませんけれども、そのほとんどは個別的自衛権や警察権、これをしっかりと適用することによって対応できる問題であると考えています。例えば今政府与党自民党と公明党の中での議論で、具体的にこういう事例はどうなるだろうかということで話し合われている内容15項目があるわけでございますけれども、その中でも実際に軍事の専門家、安全保障の専門家からすると非常に具体的な事例としてふさわしくないのではないかということも含まれていると言われています。例えば安倍首相がこの集団的自衛権を限定的にも行使容認をする必要があると発表した記者会見で2枚のパネルを示しました。そのパネルの1枚の中では、例えば海外にいる日本人などを輸送するアメリカの艦船を日本の自衛隊が防護することという事例が示されています。安全保障の専門家、軍事の専門家と言われる方のコメントがテレビやマスコミ等で載っておりますけれども、そもそも民間人をアメリカの艦船に乗せるということが考えられるだろうかということをお話をされていました。アメリカの艦船、いわゆる軍艦に戦闘する船にはそもそも民間人を乗せるようなスペースはありません。さらに今までもそういう作戦オペレーションの際は軍艦に乗せる、戦艦に乗せる、艦船に乗せるというような選択肢は
検討されることがなく、むしろ民間の船に日本人を乗せて、それを例えば自衛隊が守る、例えばアメリカ軍が守るというケースは想定されるかもしれませんけれども、民間人をアメリカの艦船に乗せるということ自体が想定としてふさわしくないのではないかという、そういう指摘もございます。また北朝鮮などのミサイルがアメリカの領土、例えばハワイなどを狙って日本上空を飛行する場合に、その大陸間弾道弾ミサイルを現行の規定の中では撃ち落とせない、だから集団的自衛権を認めるべきだという、そういう項目もございます。しかしそもそもアメリカの領土を狙う、ハワイとかガムを標準にする、標的にするミサイルを日本が撃ち落とすこと自体、日本上空で撃ち落とすこと自体ができない、物理的に不可能であるという、そのような指摘さえございます。つまり大変高い空を飛んでいる、成層圏を飛んでいるミサイルを日本領土の中から撃ち落とすためのミサイルを発射したとしても、それは日本の上空をはるかに先に飛び去ってしまい、アメリカの領土を狙うミサイルを日本上空で日本の自衛隊が撃ち落とすこと自体が無理であり、想定すること自体がナンセンスであるという、そのような指摘もあるわけでございます。このように15の事例を一つ一つ慎重に現実的に検討をしていけば、私は逆に集団的自衛権をことさら今行使容認をするような事例自体ではないということが、国民の多くの皆様にも理解していただけるのではないかと考えています。私ども公明党は平和の党でございます。戦争が起きたらどうするのか、これを考える必要も重要かとは思いますけれども、それよりも何よりも、そのような戦争状態、武力を使わなくてはいけないような状態にしないために、どのような外交努力、どのような民間同士のつながり交流が必要なのか、このことにもっともっと国を挙げて、安倍総理をはじめとして日本の国会議員や、また日本の官庁がしっかりと取り組まなくてはいけないと思っております。戦争が起きたらどうするのかを考えることも必要ですけれども、それよりも何よりも、戦争が起きないようにするのにはどうすればよいのか、それを今一度私ども公明党は国民の皆様からさまざまなご意見をいただきながら真剣に考えてまいりたいと思っております。おはようございます。こちらは地元の県議会議員、公明党の井出義弘でございます。